東京からお弁当など人気商品を乗せた新幹線が仙台駅に入ってきました。 JR 仙台駅には今朝東北新幹線で東京から段ボール25箱分の商品が到着し、まもなく青葉区の藤崎に届けられました。このうち和食の名店として知られる日本橋大増の弁当は、火加減などにこだわった茶飯とふきやたけのこなど季節の味が楽しめます。またなだまんの弁当はこれまで母の日フェアなどでも人気だったことを受け販売が決定しました。藤崎ではこれまで東京からの商品をトラックで運んでいたため輸送に5時間以上かかっていましたが、新幹線を使いおよそ2時間20分で当日の朝作られたばかりの商品が届くということです。訪れた人は出来たての味を楽しもうと次々に買い求めていました。いつもなんか東京でしか食べれなかったのが仙台にもこう朝一で来るっていうのは嬉しいですね。より出来たての、美味しさあふれるお弁当を提供できると思っております。天気のいい日に外で、それこそお花見なんかで、食べていただければありがたいかなと思っております。商品は今年9月まで毎週土曜日に運ばれる予定で、あさってまでは毎日東京から出来たての味が届くということです。